お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はですねこちらの超高回転枯渇デッキやっていきたいなと思います。ウォールブレイカーとゴブリンバリルが入った枯渇デッキですね。何度かロケット入りだったり、ロケットが入ってなかったりで、紹介したことがねあるんですけども、それの今回 LSP バージョンがね、今結構使われてますので、こちらやっていきたいなと思います。で、 LSP だとこうロケットだったり、今ファイヤーボールが入ってないんですよ。そう、大型スペル、中型スペルが入ってないので、基本的にねこう最後の削りだったり、大型で形を組まれてしまった場合のやっぱ防衛がね結構大変になってきます。とか、なんなら後半最後ね守りきれない場面もね結構出てくるので、それをカバーするために序盤にめちゃくちゃ攻めます。序盤に攻めて攻めて攻めて攻めまくってしまえば、最後にねもし1本折られたとしても僕はもう2本を取れるという準備ができてるので、逃げ切れるっていうことがねよくあります。なので基本的に守れないデッキはねもう序盤の間に攻めまくっちゃえばいいんですよ。そう、攻めまくりたいんですけど、ペックが来ちゃいましたね。キョスケ守ったらペックが来ちゃったな。これなんかメガナイトとかいるんじゃない？もう1枚さすがにないかな。いやー、で、防衛はマジでテスラ頼りですね。テスラ置いとけば本当に全て守れる、デッキになってますので、基本的にテスラで守りたいんですけど、テスラないのは今、わー、すんごい。マジか。マジか。だからもう、マジかとしか言えないんですけど、僕も。よし。さあ、そこそこに守ります。いやー、よく耐えたな。さあ、キョスケ、ペッカ、バルーン、ガゴムレ。これランバーとかいたら泣くっすね。これはやばい。ですが、どうだろうな。一応僕今2本、両サイドダメージ稼いでるんで、2個プランもありますが、とりあえず1個確実に取っちゃいたいっすよね。さあ、これは、ウォールブレイカーで逆サイ釣ります。陸行きがないんでね、こうやってね、逃げるしかないです。で、ウッドですね、これは。オッケー。で、やなめあったな。ヤナメも厄介なので、ちょっと今の間にちょっと攻めちゃってね。さあ、ゴブリンバレル。これ、やっかったとな。うわ、ババ。なんかフルコースっすね。ほんと、贅沢な。マジで贅沢デッキだ。よし。テスラです。本当にテスラを自陣で2、3本植えるぐらいの勢いじゃないと僕勝てないので。あとは、ここでケツペッカかぶりますよね。攻めちゃってみたいなのありますよね。もうここでね、相手の巨大スケルトン溶かせたら熱いですからね、僕は。さあ。で、LSP さ、相手のガゴムレに使いたいんですよね、ぶっちゃけ。これ、多分、なんか来るっすね。うわー、マジか。逆サイ来たな。止める必要なかったっすね。よし。守れるかな。いや、でもテスラがやっぱそこそこに強い。オッケー。テスラがそこそこに強い。いや、そこそこどころじゃないんですよね。もうぶっ壊れ。マジで。いや、テスラ強すぎて、全部守れた。よし。でも僕、最後スペル削りないんでね。今からワンパンされることとかもね、ちょっとありそうなんで、ちょっと怖いですね。わあ、マジかよ。めっちゃいいガゴムレじゃん。マジかよ。これ逆サイなんか来るっすよね、絶対。うん。絶対来るっすよね。で、ちょっと離した位置に置いてあげて、オッケー。さあ、で、ウォールブレイカー飛ばして、なんか来るのをウッドで転がしながら、オッケー入る。さあ、とりあえず攻めウッドもね、刺さっていきました。いや、何度ももう負けたかと思ったんですけど、マジで。すべてはテスラです。マジでテスラがね、今、暴れてますね。自陣に立てとけば、本当にマジで何でも溶かせる、守れる、ぐらい強いので、施設とかもね、テスラ以外を使ってる方は皆さんも全員強制でテスラにしてください。した瞬間に勝率上がると思います。よろしく。で、攻めカードが僕は、ウォールブレイカーとゴブリンバレル、そしてハシマイプリンと、ヤリゴブリン、ハシマイも強いので、もう一生攻めれます。攻めて、逃げ切ります。いや、一回待つか。ダクプリミニペ。ダクプリミニペ。ダクプリミニペといえば、スパーキーか。ゴレもゼロではないぐらい。さあ、スパーキーでしたね。さあ、ウォールブレーカーで釣っていきます。で、スパーキー受けもちょっと乏しいっすよね、これ。
まあ、バルキリーで頑張るのかな。ヤリゴブとバルキリーで気合で頑張るっぽいので、さあ頑張る。あ、LSP いたわ。さあ LSP、ちょっと LSP、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 ちょっとやばいこれ。待って、もしかしてあいつ、あいつや、あいつやったな。あの、あるあるっすよね、これマジか。せっかくユニット出してんのね、ユニットとタワーが巻き込まれちゃうやつっすよね。さあ、これもうダクプリ出されるだけで死にたくなるな。さあ、すべてはウォールブレイカーで逃げます。よし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 。いや、このウォールブレイカー受けめっちゃいい。逃げる逃げる。いや、2発とも入れてくれるんだな。いや、このミニペッカー無視でもよかったかもしれないっすよね。なんか、一発左側受けても全然右の方が削られてるんで、受けてもよかった感ありますが、まあ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 、エリポンあったんかい、マジか。エリポンはよくね。ちょっとこの間めっちゃ攻めちゃおうかな。めっちゃ攻めちゃって、めっちゃ攻めちゃって、これカウンターでもしかして負けるかな。いやでも、僕これ右側折られていいんですよ。右折られていいんですよね。そう。あの、左側はほぼ折れるので、そしたら1400とタワーマックスの交換で俺の方が勝てるっていう。よし。さあ。いや、折られていいとか言って、いや、待って、おい、逆、そっちは折られたらダメ。マジか、マジか、マジか。いや、そっち折られたらダメ、俺。あ、マジか。いや、そっちはダメなんよな。あの、逆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 。さあ、まあまあ、でも相手もね、別にザップなので。よしよし。さあ、折れる。あ、打っとけないぐらいじゃねえのか。さあ、まあまあまあ。いや、悪くはない。悪くはないけど、めっちゃいいわけでもない。うん。打った2周1をね。視野に入れて、ああ、無視してきましたね。さあ。まあまあ。うわ、マジか。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 オッケーオッケー。いや、耐えた。耐えた、耐えた。オッケー。うわ、ナイスプリン。危ねえ。危ねえ。待って待って待って。いや、一回ここは耐えですね。一回、もう一回耐えなきゃいけない。相手、嫌な目。嫌な目なかったよな。オッケーオッケー。いや、真ん中ミリペとかすげえ嫌なんですよね。一応真ん中ミープだけ警戒してやりこぶ出しとこう。よしよし。いや、オッケー。いい流れ。ああ、いい流れだけど、相手のあれも強いっすよね。スパーキー。一生いもろ、一生いもろ、一生いもって、一生いもって、LSP ちょっと2周目回しちゃおうかな。いや、これテスラがいろいろやってくれるよな。テスラが、テスラがマジで強い。オッケーオッケー。さあ、やりこぶ生贄。で、ウッドで溶かします。オッケー、いい。で、この間にゴブリンバレル飛ばしてあげて、なんならウォールブレイカーも行くと、これ絶対どっちかは刺さる。絶対どっちかは刺さる。なんなら両方、いやー、LSP が、うわ、何それ。 LSP のチェーンでガゴムレ一瞬麻痺してウォールブレイカー刺さった説もゼロではないですよね。いや、オッケーオッケー。いや、これマジ LSP じゃなかったら負けますね。本当に LSP が超優秀ですね。相手の大型系にもね、そう、ゴレダクネ組まれた時のダクネにもだし、ゴブスパ、ジャイスパ組まれた時のスパーキーもだし、スケラ受けにも強いし、まあ、ラバーで形組まれた時とか、ラバーパピーとかにも強いので、LSP もね、今結構強いっすよね。ヒースピーも使われてますけど、エリボバヒースピーも。結構、同じぐらいね、ヒースピーと同じぐらい LSP も使われてる気がしますね。それぐらいめちゃくちゃ優秀ですね、防衛で。さあ、よろしく。ポンタサラダ。なんだそれ、全然わかんないな。美味しいのか。さあ、ウォールブレイカーで攻めていきます。アイスイズバルキリーとなると、うーん、まあ、エレジョイ、あ、エレジョイダックフリだしな。だからまあスケラーなのかなと思いながら、一応まあ 100% トルネはあるので、トルネ警戒の位置にバルラー飛ばしてね。オッケーオッケー。いや、この警戒で大ダメージ。アイスイズバルキリースケだったら、だから僕の予想が正しければクロスかスペル削りデッキなので、もう序盤の間にね、バカ削ります。もう削って逃げます。多分後半の、もうあれなんですよ。テスラ置かれてクロス置かれたら、もうそれだけで僕負けちゃうんですよ。本当に。この、遅延テスラクロスというか、クロスにはね。この子つまじロケがないので、クロスだけはあの、無理っす。なので、でもワンチャン掴むなら、この序盤でね、アホダメージを稼ぐしかないんですよね。さあ、いい、キング起動だ。緊急起動もされちゃいましたよ。ウッドもありますよとね。なると悲しくなっちゃうので。さあ、スケ。
うん、いやそこそこには入るな。で橋前テスラともう一個いるんですよね、本当は。そう、いやオッケーオッケー、いやこれはウォールブレイカー、ウォールブレイカーナイス、オッケーオッケー、よくやったよくやったよくやった。いやこれでギリなんですよ僕のフルでギリなんでね。いやでもまあワンチャンでな、2000まで削ってるもんな。8枚ブリンでちょっとコストないけど削っちゃって、よしよし。うわすけ一発、あー一発しか入らんか。でバルキリーテスラ出せれば基本的には守れますね、クロスは。うん、テスラヤリゴブだとさっきぐらいだと微妙なので、テスラバルキリーのコストはちょっと持っときたいですよね。さあなのでフルっていってあげて、 LSP も強いんでね、 LSP 添えてあげて、今ウッド使ったしウォールブレイカーもねいってあげて、オッケーオッケー。いやーいいね、いい防衛してる、いやいい防衛してる。で8枚プリン警戒でね、相手はテスラを植えてます、植えテスラですね。でいやもうこれはウッド削りとかでいいのかな。だから先に置く施設がね今回クロス戦だとないので、それがまあ辛い。やばい、これテスラ反応する、うわマジか、うわテスラが反応したの良くないな。まあまあまあ、さあプリンでね、あんま守りすぎないぐらいでいきたいですね今回。よしよしよし、いやしかもプリンがなんか微妙に残ってんだな、これ絶対しまいテスラ。うん、さあウッド、いやこれなんか置きに行き、まあ、一回タゲ取られたら僕死んじゃうんで、あバカ、俺自分で言ったで今、でも LSP で、お LSP お前何やってんだよ、あLSP LSP で、 LSP は何やってんだよ、どこ行ってんだよバカかよLSP 全部ひっくり返ったんやけ、本当に何やってんだよね。いやマジか、やってもだ、やってまた一回です、ね、LSP でリセットしちゃったったら、その LSP もどっか行っちゃった。マジかよ。そんなことあるかよ。ね。いや、これはロケ削りで終わるっすよね。あんなクロス立てられても終わるけど。さあ、ロケ削り来るぞ。でもワンチャンなんかありそうだよな。ワンチャンさ、これ、どんぐらい耐えるんだろう。あ、トルネウッドで終わるのか。いや、惜しいな。攻めウッドしていけば、ね、最後スケに攻めウッド転がしてゴブリンになって一発150ぐらいありそうじゃないですか。ないのかな、ありそう、あれ、いや際どいな、際どいけどワンチャンあったな。いや悔しいですね今のは勝てそうだったからこそね、はい、悔しいですが、まあまあクロスはしょうがないですね。でも本当でもクロス以外 ほぼ全てに勝てると思うんですけどね、まあ、エリゴレとかかなエリゴレがきついかなぐらいがありますけど、いやマジそれ以外マジで攻めまくって攻めまくって2-1プランでね、はい、止まると思います。テスラでね全て守れます。さあマッチングした、あ出た、トトやトト、なんか一昨日ぐらいの動画でも多分出たんですよ、ラバーの人っすよ、ラバトトっすよ、あれラバじゃなくなってる。いやなんかめっちゃ当たるっすねこの人。そう、うわーなんや、メガナイトダークプリア、これちょっとキング起動を狙いたいですね僕は。うわダークに来た、あスケラなんかな、多分スケラだからキング起動されるのが嫌なんですね相手からしたら。あーですよね、いやーまあ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 さ、まあ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 僕はキングスケラでね、なのでキング起動しちゃえば勝ち、でも相手がキング起動されてしまったらやっぱ負けるっていう状況なので、めちゃくちゃねいい攻めされましたね。ダクネ追加とあと雪玉ね。さあなのでまあ逆に言えば僕はキング起動すれば勝ちなので、ちょっと序盤の間にめっちゃ攻めすぎやんけっていうぐらい攻めて、そこにメガナイトをちょっと使わせたいっすよね。でもスケラ打たれてワンパンされるとかあるかな。いやこういうとこにちょっとねちょっかい出してメガナイト、ああまあさすがに出しては来ないよね、回ってるかもわかんないしな。さあメガナイトスケラですね、まあ、大会とかでよく見るような、なんかこういうマルチではあんま見ないデッキですよね。しかも雪玉か、ファイ雪かポイ雪だと思いますね。なんか一発入るんじゃない ?OK で、まあ、間違いなく、おお攻めてくんの積極的ですね。いやまあここは一旦金起動、え待って
なんであいつそっち向いてんの？あいつバカじゃね？あれ？なんか来た。これちょっとウォールブレイカーで攻めて、相手に雪玉をね、あっちに使わせてから、オッケーオッケー、槍ゴブリンで、ね。いや、なんなら、いらんかったぐらい、いらんかったぐらい入ってねえな。テスラがちょっかい出してましたね、ずっと。よしよしよし。さあ、これも、そこそこに入る。まあ、キングギドしたら楽だけど、まあ、しなくても勝てそうっすね。そう、できた方が間違いなく楽には勝てる。さあ、で、相手絶対これ形組んできますね。だから僕はもう守ります。メガナイトダクネ、なんかすごいのが来ますよね、これも。変わってますもんね。さあ、守ります。で、まあ、やりぐぶ添えてあげても、多分ね、来るんすよね、あれが。そう、雪が。まあでもいい感じにね、いい感じに、うわ、なかなか、え、いい感じすぎんいい感じにってこうおまじないかのように言ってたらいい感じになっちゃいましたね。さあ、前手がね、雪生ポイズンだったので、僕のね、枯渇がめっちゃ生きたっていうのもまあありますね。というわけで、これまあなかなかに強いですね。しかもめっちゃ使いやすいです。なので、このね、枯渇デッキぜひ皆さんも使ってみてください。というわけで、宝箱回収しつつね、今日は終わります。というわけで、よければチャンネル登録、高評価、コメントともよろしくお願いします。またね。お疲れちゃんでした。またね。